松潤さん、こんにちは。今日も浜田省吾さんの曲をね、聴かせていただきました。で、12月なんで、12月といえばね、やっぱりクリスマスでしょ。だからクリスマスソングちょっとやってみませんか。私はね、最後のホーリーナウト、杉山清貴さんの曲が今でも好きなんですけども、まあ、あれをやるとは言いませんけどもね、クリスマスソング、ホワイトラブね、スピードサンドでもピアノにしてみたらどんな感じかなとかね、この変化球でこの角度でお願いしますみたいなね、スピードさんなんですけども、そういうのとかね。松任谷由実さんのクリスマスソングってありましたっけ。ちょっと印象にあるようなないような。もしくはウィンターソングで広瀬香美さんとかね、こういうふうな形で冬の曲ちょっとねやってみたらどうかなと思っております。今アクセスも高まってる時期なんで、結構ねトレンド的にもウィンターソング、クリスマスソングいかがかなと思います。もちろんね、このウィンターソングがプロポーズにどう組み込んでいけるかってことはちょっと分かりませんけども、まあピアノっていいよねって思っていただくきっかけのね動画とかでもいいと思うんですよ。ではズームライブね、その日までちょっと日程設定までまだ流動的ですけども、またご連絡ください。それではいってらっしゃい。